はい、整体師の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、最近ですね、ちょっと起きた出来事、まあ出来事というかちょっとしたことなんですけど、まあちょっとだけ残念やったなっていうことがありますので、まあ別にこれ見たら健康になるかとかいうわけではないんですけども、興味ある方だけね、最後まで見ていてもらえたらと思うんですが、まあ何かというとですね、僕が一番初めに働いた整骨院2年3、4ヶ月ほど勤めさせていただいたんですけども、そこの先生っていうのが当時50やったんで、今も多分62とか3ぐらいにはなられてると思うんで、ただまあもうなんか糖尿とかも結構きつくて、生きてるのかどうかわからんとか、連絡先とかもちょっともう知らないので、ちょっともう連絡も取ってないし、どうなったのかわからないんですけども、ただ整骨院、もともといた整骨院自体はまだね、やってるっていうのはネットで確認は取れるんですが、そこにいた時がですね、もう本当に昔ながらの職人肌というか、もう僕が出会った時にはもう30年ぐらいこの業界にいる方で、まあ柔道整復師も鍼灸師も両方持たれてて、いろんなとこで働いてて、でなんか時には月100万ぐらいで雇われて院長もやったし、それをなんかどうのこうので今ここに至るねみたいなね、本当によくある何の話みたいな話をずっと聞かされてたんですけども、でその時にね、僕らずっと言われたのが、当時まあまあもう12年前なんで、まあ今と時代が違うのは違うんですけど、そこの先生は、整骨院というものはそのね、技術がうまければ別にホームページがなくても、紹介が来るし、チラシを待たなくても紹介が来る、で看板を見て来る人がいて、その人が来ればリピートする、だからもうその技術さえあればもう人は来るんだと、すごい熱弁を僕らにされてて、なんかやっぱりそのね、新しくその周りにできたところホームページ作ったりとか、チラシ巻いたりとか、あんなことしたら邪道やと、あんな奴ら所詮偽物がするんやみたいな、すごい言ってて、ただまあ僕の中では正直ね、なんで違和感はすごい感じてて、いや別にそのそこに力入れる、その技術は技術ありきで来ていただくための方法っていうのは絶対大事だなと思ってたんで、もう何言ってんやろうなと思いながら見ててんですけど、でもそんな感じで2年2、3ヶ月をね勤めさせていただいて、辞めた後にまた転職して違うところに行って、そこがいろいろあって今に至るんですけど、それはなんかふとした時に思い出して、それこそ次の整骨院でも、社長はね、もうホームページなんかいらんと、チラシもいらんと同じこと言ってたんですよ。結構その社長若かったんですけど、だからまあまあ本当に保険使って看板出せば来るようなね、甘い蜜吸ってたアホみたいなやつらの世代ではあるので、まあ舐めたこと言うとんなと思いながら見てたんですけど、でまあまあそんな感じで、その一つ目のね、整骨院の先生がそれだけ言ってたんですよ。技術があれば何でもできるみたいな、なんか今猪木みたいな言い方しましたけど、ね、そんな感じで、その技術があれば何でもいいと、ホームページもなくて、もう店舗さえあれば来るんだと、もう気に入った人はずっと来てくれるんだと、直せば来るんだみたいなね、ことをずっと豪語してて、そういえば元気してんのかなと思って、この間整骨院調べてみたんですよ。そしたら Google マップでちゃんと出てきて、場所とか言いませんけどね、出てきまして、で Google マップって見ていたら、ホームページだったらウェブサイトっていうのがあるじゃないですか。で、Google マップあるんや、口コミなんかいろいろ書いてもらってんなみたいな。で、パッて見たらウェブサイトって、ウェブサイトってなって、パッて見たら普通にホームページ作ってたんですよ。うん、なんかいやー作ってまうんやみたいな、あんなね僕らに豪語してなんか治ればいいんだ、技術がどうのこうのだみたいな言うとって、結局作ってまうんやみたいなね、あれはやっぱり作らんとってほしかったなと思いますけどね。っていうね、本当にどうでもいい話にはなるんですけど、まあまあ何が言いたいかって言ったら、やっぱりね、もちろん時代に合わせて対応していくのは素晴らしいことだと思いますし、好きなようにやってもらったらいいと思うんですけど、やっぱり自分がねそれだけ偉そうに人に言うのであれば、それは負けたらあかんやろって僕は思うのでね、やっぱりそうやっていくと、まあ僕はもともとねもう辞めてる人間ですし、関係もないんでクソもないですけど、やっぱりそういうことやってると、まあ信用としては失うんじゃないかなと僕はちょっと思ったので、まあ僕もねこうやって動画配信とかいろいろさせてもらって、まあ来ていただく方にはそのずっと一貫性があって、人のことをボロカス言い続けてると、あれだけ貫けるのはすごいと言っていただく方もね中にはいらっしゃるので、やっぱりそこはまあ別にいつまで続けるのかもしれないですけど、こういうこともなんですけど、やっぱりその信念というかね、信の部分は絶対変えずに、そのね人に媚び売ったりとか、なんかこれだけでとかあれだけでとか、そのなんか何ですかね、バカに向けたような動画作るつもりは全くないので、まあその辺はね、ブレずにやっていかなあかんなと、再認識した次第であるので、まあ一応こういう動画にさせていただきました。はい、本当にどうでもいい動画ですね、最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。